3連敗した。オッケー、受かってない。巨獣山、最後に順位だけ確認しとくか。お疲れ様です、ヤクマです。スーチャーさんの仲間大会で5位入賞しまして、色違いのルガルガンをいただきました。ルガズキさんという可愛いニックネームがついてますね。今回は早速ランクマッチで使っていきたいと思います。やっぱり女の子から送られてきただけあって、心なしかいい匂いがすると思います。くんか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 、先ほどは取り乱しまして大変失礼しました。落ち着いてやっていきます。というわけでルガルガン使っていくんですけど、まあどうしよっかな。この構築にルガルガン刺さってないような気もしてるんですけど、まあやっていきますか。どうなのかな、まあポリッツゴリラルガルガンとかで崩していきますか。結構ねポリッツ、まあこのポリッツ初手ダイマなんですけど、そういうイメージで構築は組んでるんで、まあ奇襲をかけられるかなというところでやっていきたいと思います。でまあ登場した時にもしっかりと説明していくんですけど、ルガルガンの方はまあいろいろね動画とかも参考にしたんですけど、やっぱりねタスキ型が一番安定するかなということで、ちょっと今回はちょっとネタ性はなく、一番一般的なルガルガンの方、まあ、冒頭についてて技構成とかも出てると思うんで、そのルガルガンを使っていこうかなと思います。まあ、ダイアタックで削りを入れていきましょう。まあ、相手がまあアタッカーベースならワンパンできるんですけど、まあ、結構 H に厚いぐらい、 H に厚いぐらいだったらワンパンできると思うんですけど、まあ、直機とかならね、まあ、当然耐えられるんで、ただまあ S を落としてれば、まあ、次も上から殴れるんで、まあ、ポリ2の仕事としてはまあまあいいかなというところで。鬼火から入ってくる、ん？交換読みですかね。一応スカーフとかのトリックケアするんであれば、まあ、鬼火もわからなくはないんですけど、さあ大アタックの奇襲が成功していきます。まあ、こういうね、まあ、ポリ2なんかはまあ、受けっていうイメージで立ち回ってくるんで、こういうね、こういうことです。うん、こういうね、こういうねっていう、ちょっと語彙力のなさが、まあ、露呈したんですけど、はい、S バーンが出てきます。まあ、ここは、ダイマーしてくると思うんですけどね。あ、ダイウォールとかも警戒したら、そうですよね、ダイマー、ダイナックルしかなかなか押せないと思うんで。で巨大マックス個体と、まあ、相手が弾であれば、その基本的に、ね、裏のルガルガンで容易に処理できるはずなんで、そんなに気にしてはないんですけど、さあダイナックルで、まあ H ブリっていうだけでも、まあポリツかなり硬いんで、え、あ、これは弾じゃないですか、さすがに。これだけ火力が出るのは思ったよりも削られたんで、そうですね、弾ですね。で、ダイアタックを、でこの火力ですね。これルガルガンの活躍する動画撮ろうと思ってるんですけど、まあ、シンプルにポリ2が強い感じにはなっちゃってますね。まあ、これはまあ、抜かれてるんで、ダイアタック1回打ってますけど、多分相手ダイジェット打って、まあ、素早さ関係を一回、まあ、リセットしてこようかなと。一回マイナス1になったものを、あとはダイナックル、おお、まあ、ダイナックル押さないと倒せないから、そうか。だからダイジェット押すわけないか。はいはいはい。申し訳ないです。で、まあ、こういう風な形にはなるんですけど、弾で、だからこうなっちゃうと、まあ、ぶっちゃけ、ルガルガン出す必要もそんなにないかなっていう感じにはなるんですよね。ゴリランダーの、まあまあまあいいでしょう。ちょっとルガルガンの動画撮りたかったんですけど、はい、かわいいかわいいワンちゃんの登場です。青い姿っていうのがね、またいいですよね。これ裏なんだろうな。
キューコンはないんですよね。みんなアタッカーっぽいんで、これドラパルトとか引きがあるんで、まあインファイト押しますか。これドラパルトに引かれたら嫌なんですけど、そうですね、これ一番嫌なのは裏ドラパルトか。ドサイドンとかであればもうカウンターのもう範疇なんで、まあ、C って言うなら6ブラか、6ブラとか飛ばされたらちょっと嫌ですけど、さあドラパルトが出てくる。まあ、どっちの方かっていう感じですけど、まあアクセルロック連打でだいぶ削りが入ると思いますけどね。鬼火型とかなのかな。まあこの火力ですね、硬い爪補正が乗ってこの火力。まあさすがに文字も耐えてくれると思うんで、その裏のゴリランダー、まあこの HP だとさすがにグラスラでは持っていけないよな。なんならタスキ型の、タスキ型であればここ流星群とか押してくると思うんで、不意打ちもありえるんで、まあここはそうですね、まあ耐えると信じて畑落とすをしましょう。モンジー、はい。いやよく耐えてくれた、えらいですね。はい、まあそんな感じですね。ルガルガンのなんかいい使い方ができたかっていうかといったらちょっと怪しいんですけど、まあ2戦目でちょっとね、もうちょっといいところを見せていけたらなと思います。はい、というわけで2戦目やっていくんですけど、まあ物理型が結構多い構築にはガンガン出していけるかなという感じですね、エルガルガン。まあこの感じだとレントラーが結構厄介なんで、まあ、レントラーに強いカバルドンを出したいんですけど、まあゴリラあたりも出てきそうですね。キッス、ゴリラ、難しいところはあるんですけど、まあここうまいことサイクル組んで回していければなと思います。はい、よろしくお願いします。まあポリツーレントラーの並びとか結構もうどうしようもないのかな、これ。ちょっと怪しいですね、この戦術。ピピリンさん対戦よろしくお願いします。まあその辺はね、ルガルガンのまあ本当に機能性でどうにかできるかっていうところが見せどころだと思うんですけど、すごいな。まあこれ出し負けで、まあでもどうしようかな。ここを畑読みで一回座ってもいいかな。まあ研磨とかされた日は結構きついんですけど、まあ、交換読みで畑とか押してきそうなんですよね、ここ。どう思います？まあステロを入れますか、これ。グラスラー、素直にグラスラー。めちゃくちゃ痛いですね。何この火力。となるとどうしようかな。まあ木の実が都合よく発動してくれたんでいいんですけど、問題はこっからですよね。多分グラスラ連打してくるんで、まあ、特にこれハチマキとかそういう火力でもないってことだと思うんで、負けたんで、とりあえずはこっからどうにかできればと思うんですけどね。でグラスラ連打と、んこれやっぱりちょっと火力高すぎない？威嚇入れてこれ、なんならこれダイマー切られたら終わるんじゃないか。まあもうそれはケアできないんで、まあケアするとしてもここはカバルドン引きでいいかな。カバルドン切ってルガルガンのまあカウンターでゴリランダーは見れるんで、仮にダイマ切ってくるとしたら多分レントラーあたりで引いてくるんじゃないかなと思うんですけど、
で、まあそこからうまいことサイクル組めればまだあると思うんですけどね。はい、ダイマ切ってくる。まあ威嚇一回入れても強気のダイマ切れるっていうあたりが恐ろしいですね。まあこれだけゴリランダーが流行るのも分かりますよね。耐久もあって先制技もあって、攻撃力もあって、そうですよね、耐久に咲きながら、そうです、先制技があるおかげでね、素早さにあえて振る必要もないんで、まあ、ばっこりと削られていくと。これ裏にレントラーいたら結構しんどいですね。多分この動き的に裏にレントラーいるんだと思うんですけど、じゃないと、まあ、こんな動きしてこないですよね。ルガルガン展開して、ここからまあ切り返せればいいんですけど、さあ、まあカウンター、見え見えのカウンターなんですけど、まあ通してくれると。問題はまあゴリランダは結構体力あるんで、このカウンターでどのくらい持っていけるのかちょっと分かってないんですけど、ああ、いいとこまで持っていける。で、砂溜めも入って、これだったらさすがにインファイトで落ちるんじゃないか。インファイトの方が入るよな。うん、引っ込める。はい、レントラーかな。レントラーがいるならレントラーに引いてくると思うんですけど、ポリゴン2、あ、ポリゴン2はありがたいですね。で、捨てるダメもうまくて、で、固い爪で、インファイトが、そうですね、受かってないんで、まあこれはかなりルガルガンのいいところが見せられてるんじゃないかなと思います。まあ、ガムシャラもね残してるんで、結構、まあ、さらに裏が出てきてもルガルガンより遅い相手だったらガムシャラが入ってしまうんで、まあ考えられる展開としては、まあ、ゴリランダー再展開ってのもあるんですけど、まあ、それもアクセルロックで縛れてる体力だと思うんですけどね。ゴリラの耐久舐めすぎかな。アクセルロックっていうタイプ1の先制技も優秀ですからね。硬い爪補正も乗るんで、まあ、こっち大魔切らずにこれだけ相手をいなしてるんで、奇数、ああ奇数は大丈夫か。それ、まあ、先制技がない以上はこっちの、まあアクセルロックでもいいんですけど、ここをもうガムシャラ押しちゃうと、まあね、体力ばっこり削られるんで、まあアクセルロックもいい感じに入ったと思うんですけどね。で、そうですね、ルガルガめちゃめちゃ活躍しましたね、この試合で。まあ上からもらいますけど、まあさすがにこっちダイマ残ってるんで、しかもゴリラのでもあのグラスラ怖いな、正直。トゲキッスのこのマジカルシャインとゴリラのあれ、ハチマキなのかな、火力エグかったよね。だって威嚇込みでお盆のところまで持っていったってことは1.5 倍ぐらい出るわけだから、あ、これ怪しいね。このマジカルシャインの体力の残り方によっては、いや怪しい。だってもともとの体力が175でしょ。で、それの威嚇込みで多分100ぐらい入ったんだから、150ぐらいこれ入っちゃうよね、攻撃。こっちのキャラHB にかなり特化してるんですけどね、 HB で軽く S に振ってる程度で、でこっから、いやーこれ絶妙にステラもいい感じに入るんですけど、絶妙にゴリラの1回のグラスラが残っていくと、これはなんとか勝ちたいんですけど、さあ許してくれるかゴリラの効果力。グラスラが飛んでくる。いやマジか、マジか、こんなに活躍したのに、嘘だろ、クソゴリラー。